作川口正人イマジン2。それでは上演いたします。カップ
中学1年の、そう、9月の終わりかけの秋風が爽やかな夕暮れ時、秋の日のビオロンのため息のベルルールですね。山のあなたの空遠く、さえあいすむと人の家へ変わるブッセですね。出店上田に会長、裁判長、それ私も読みました。読んだのはあなただけではありません。ここにいる全ての人が読んでいます。なぜなら国語の教科書に載っていたからです。ビオロンのため息がこぼれていた秋の日の夕暮れ時、しかしその時がまさに大間が時だったのですね。現れたんですね、悪魔が。いや違うって。部活を終えてテニスコートから戻ってきた私は、教室で着替えようと思って玄関の下駄箱に向かったんです。その時私見たんです。見たんですか。はい、改めて伺います。原告はその時一体何を見たのですか。はあはあしていたんです。はあはあしていたんですか。はい、私の下駄箱の扉を開け、顔を突っ込み、一人の男が激しくはあはあしていたんです。で、その男が僕のよこせ金だったのですか。はい、あれは絶対に私のズックの匂いを嗅いでいたに違いありません。違うよ、あの時はただただただということは、はあはあしていること自体は認めるんですね。はあはあしてたっていうか、なんていうかしてたんだ。あ、裁判長。何ですか。弁護人を申請します。弁護人、小ざかしい真似を。被告の申し出を認めます。ここに弁護人を。おい弁護人、俺？ああ、しょうがねえな。弁護人の佐藤俊雄です。佐藤俊雄？佐藤と塩？裁判長、はい、水田裁判員、弁護人の名前だ。甘いだかしょっぱいだかはっきりしません。異議あり。これは私の名前に対する不当な言いがかり、誹謗中傷だ。ただいまの水田裁判員の発言は、直接本裁判の審理とは関係がありません。よって、リスタ裁判員の発言を却下します。弁護人は弁護を続けてください。はい、実はあの時、あの時原告が主張するように、確かに被告ははぁはぁしていました。どうかも勝手にそこだよ。認めれんですね。足の香りの足の香りが染みついたズックを、被告がはぁはぁ嗅いでいたという事実を弁護人は認めてしまうんですね。はい、あの時確かに被告はハーハーしております。そこは認めましょう。そうだよね。しかししかししかし被告はクンクンしていたわけではない。ハーハーは口呼吸、クンクンは鼻呼吸、すなわち匂いを嗅ぐための呼吸はクンクンでなければならない。ハーハーでは決して匂いは感じない。しかも被告はその時クンクンではなく、ハーハーでなければならない悲しい理由があった。悲しい理由と。アジマ、はい、あなた、この件について一つだけ不都合な事実を隠蔽してはいませんか。原告は真実を述べてください。隠蔽だなんて何も。被告は当時原告に恋をしていたのです。あの時帰宅部だった被告があんな遅くまで学校に残っていたのには訳があった。実は前のは被告は一睡もしていない。書いては消し、書いては消し、やっとの思いで書き上げたラブリー。あの時被告はそれを足の香りの下駄箱に忍ばせよう、虎視眈々とチャンスを狙っていたのです。前日からの睡眠不足に加え、ラブレターを下駄箱に忍ばせようという自分の大胆な行動に一人に勝手に興奮してしまった横手被告は、深くにも過呼吸に陥ってしまった。過呼吸？そうです。被告は必然的にハーハーせざるを得なかった。ハーハーでなければならない理由、それがまさにこの悲しき過呼吸だったのです。過呼吸、だぜ、かっちょ悪い。なんだよお前。ハーハーしていたという主張と匂いを嗅いでいたという主張、これは本来二律背反、決して同時には成立しない。ほら皆さんやってみてください。いいですか、いきますよ。
の恋心まで否定しようというのか。いくら弁護人といえども純粋な13歳の男の子の心の中まで否定する権利はないはずだ。純粋な恋心なんだ君は。証拠もないのに嘲笑うとは失礼だろ。こんな人間だって人権はあるんだ。そんな人間って証拠ならあります。では証拠を提示してください。わかりました。アシノさん、例のもの。被告はこれに見覚えがありますか。あ、それはどうだよ。どういうことだよ。Thank you.
は一目瞭然。裁判長、異議あり。佐藤弁護人。織田弁護人の汚い字という表現はあくまで織田弁護人個人の主観であり、悪意に満ちた虚構、欺瞞、捏造ではなければなりません。発言の撤回を求めます。それでは証拠品の鑑定を行います。証拠の所管をこちらへ。被告、よこせ金を。
香りに書いてもらった覚書。これは領収書。約束の見返りとして当時香りが見たいと言っていたハリー・ポッターを一緒に見に行った時の映画館の入場券。足りぶん俺が出した。なんかラブラブ。そんなものまで取ってあるの。あんまり細かすぎると女の子には嫌われちゃうよ。記録は必要だよ。記録？なんの。これまで香りに貢いだもの全ての記録。自分を守るためには必要なのよ。この手帳はこの証拠。これは俺の貢ぐ君に。母ちゃんと
香織んちの母ちゃん、昔から幼馴染でさ、お互い結婚してからもずっと行き来があったんだ。でさ、その当時は俺んちと香織んちは同じアパートの1階と2階に住んでいたんだ。だから保育園にも一緒に通ってた。何それ、なんかすごい、生まれる前から2人はすでに出会う運命やったってこと。おー、いいじゃないのそれで、俺が香織にあげたどんぐりって、香織の母ちゃんがキーホルダーを作ってくれたんだ。しかも2人お揃いの保育園児のくせにリア充って何で小学校も同じ小学校に通うことになって、今度はそのキーホルダーをランドセルにつけて通った。ああ、もしかしたら俺そのキーホルダー見たことあるかもしれない。どんぐりが3つつながっててさ、それぞれに顔は描いてなかった。そうそう、ああ、なんか記憶にあるな、懐かしいな。長いことぶら下げてた。さすがに紐がへたってきたんだろうな。朝学校に着いて何気なくランドセル見てみたら、どんぐりが全部落ちてた。邪魔見ろって感じ。はあ、これさ、キーホルダーのことなんだ。すっかり忘れていたの。だからさ、だからしょうがないじゃんって言ったの。だってしょうがないじゃん。でもさ、香織のランドセル見てみたらちゃんとついてるんだよ。しかもほとんど傷もなくて綺麗なもので、大切にしてたんだなって一目で分かった。で、もう一度言ったんだ。だってしょうがないじゃん。機嫌が悪かった。しかもその日はすごく暑い日で、一緒に帰ろうって誘っても無視されたんだ。でも帰る方向は一緒だからさ、結局道路の右側と左側に分かれて、テクテク歩いて帰ったんだ。道路の向こう側からチロッチロッ香りがこっちを見るんだ。なんだよって声をかけてもプイッと向こうを向くだけで、やっぱり香りは俺を無視した。なんだこれ、だんだん辛くなってだからコンビニの前に行った時に一緒にアイス食べようって叫んだんだ。そしたら香りは立ち上がった。アイス食べよう、おごるから。俺はもう一度叫んだ。そしたら香りがコクンって
リガリ君が60円だったから2本買えなくて、だから100円のパピコ買って2人で半分こして一緒に食べた。違うような気がする。何が？確かに使ったお金はお前のお金だったかもしれない。でもさ、少なくともお前は被害者じゃないだろ。どういうこと？なんて言えばいいのかな。香織はお前と一緒の時間を過ごしたかっただけなんじゃないのか。お前に奢ってもらうのが目的なんじゃなくて、ただ単にお前と一緒の時間を過ごしたかっただけなんじゃないのかな。それにしたって、自分を守るってことはさ、裏を返せば相手を傷つけるってことにならないか。自分の正しさを証明するためには相手の間違いを指摘しなくちゃいけない。つまり自分の正当性を説くことはそのまま相手を否定することにつながるんじゃないのかな。だからさ、自分を守るとかさ、そんな言葉楽しかったんだろ。アイス食べて、ジュース飲んで、映画見て、ポップコーン食べて、ゲーセン行って、プリクラまで撮ってるじゃないの。みんな座って座って。
ちはよくわかる。わかるわかる。私たちみんな香りの味方だから。イスラム教徒じゃないからね。わかってるよそんなこと。ほらもう一度ちゃんとやれ。悪かったよ。撤回する。だからごめんなさい。私ラマダなんてしてないし、私
と同じ遺伝子を持った弟がいた。昨日の夜突然言われて、そんなこと言われたって、そんな受け入れられるわけない。そう、でも香織のお父さんには縁という側面もありましたってこと。だから、だから
したんだよ、香織。私が経験がイスラム教徒として暮らしてたとしたらさ、香織、あいつに二人の奥さんがいることなんて普通で当たり前のことになっちゃうのかな。そしてさ、その二人の奥さんにそれぞれ娘と息子がいたとしてさ、その娘と息子は普通に兄弟ってことなんだよね。そうするとさ、私みたいにこういうふうに悩んだり苦しんだりすることも普通になくなっちゃうのかな。普通か、普通って何なんだろうね。悩まなくていいんだから、それはきっと幸せなんだよね、救いなんだよね。顔でも本当にそうなのかな。私が今悩んでることって本当はちっぽけなことなのかな。全然ちっぽけなことなんかじゃ。私さ、イスラム教の一夫多妻制ってさ、究極の救済なんだって聞いたことあるよ。え？ジハードって知ってる？聖戦、聖なる戦い。うん、聞いたことある。イスラム教が4人まで奥さんを持つことを許しているのは、ジハードで夫を失った妻と子供を救済するためのものなんだって。へー。あんな砂漠地帯で働き手を失ったら、それはきっと残された者の死を意味するんだろうな。その国にはその国の論理があるし、その宗教にはその宗教の正義があるって。ねえ、香織、三角だとか円だとかそんなことにこだわっていてもあまり意味がないじゃないか。どうして？だってどっちも影に過ぎないじゃん。本当の姿は円錐っていう、もっと複雑でもっと面倒くさくてどうにもつかみどころのない立体なんだからさ。歴史だって科学だってもちろん人間だってみんな本当は立体なんだよ。俺たちには平面的な影しか見えてないだけで、断片的な影から全体の姿を想像しなきゃってこと。そういうこと。それが先輩たちが私たちにイマジン様を残した理由。さあ、それは分かんない。あれあれ、シュガー&ソルトがなんかかっこいいこと言ってるぞ。なんだよ、シュガー&ソルトって。佐藤と塩君。Thank you.
あのさ、どうして謝るの？え？金は何も悪いことなんてしてないのに。悪いのはいつも私の方じゃん。金尾が謝ることなんて何もないの。でも俺は私、本当は対等なのが良かった。ずっと思ってた。さよなら。さよなら。